はい、こんにちは、こんばんは。どうも、コメです。ということでですね、今回なんですけど、衣装ですね。これはちょっと判定を調べていきたいなと思います。ちょっと早速行きましょうか。まあね、ちっちゃいスキンとかですね。まあちょっと判定が狭いスキンとか、で、あとね、どうやらこの帽子のところにもなんか判定があるみたいなんですよ。ちょっとこれはよろしくないなと。うん、ちょっとカメさんがね、今回検証していこうかなと思います。はい、それではですね、早速なんですけど、このカウボーイみたいなやつですね。これからちょっとやっていきましょうか。で、ちょっとどうしようかな。一番気になるのは、まあ、帽子ですね、帽子。帽子なんですけど、ちょっとこれ、ここさ、これはないよね、さすがに。お?おっと?あれ、帽子にもあるぞ、これ。ちょっと待ってよ。いや、でもこれ、股のところは、あ、でもこれ通るんか。あ、なるほどね。この膝のところから、この上は、そう、膝のところから、ここの上の範囲は、この股のところは、アウトっす。ここ判定があるんで。これっすね。そう、これ新スキンですね。新スキンなんですけど、これ、めっちゃさ、これめっちゃでかいのよ、判定が。なんかその、ひらひらみたいなのがあるんで、そう、腰のところにね。いや、これ、ひらひらからちょっとやっていきますか。お、えぇ?ちょ、待って、これ、足のところの、え?めっちゃ判定広いのよ、これ。え?あ、ちょ、赤。アーバン持った。アーバンの、この足のところめっちゃなんか範囲が狭いみたいな、結構ね、話題になってたみたいなんですけど。あ、ちょ、赤、あれ?赤。これあかんぞ。これアーバントラッカー。ちょっと待って。このさ、さっきさ、そう、ここの、ここがアウトラインやったんですよね、さっきは。なんですけど、ここ。ほら、これ明らかに、あ、ほら。ほら、これ、頭もさ、こっちのカウボーイスキンは、あ、ほら、ここの帽子の判定で、当たっちゃうんですよね。当たっちゃうんですけど、このアーバンは、そう、もうスリムなんで、あ、でも、ほら、ここ、ちょっと待って、アーバントラッカーマジでスキン狭い説あるぞ、これ。ほら、これ股のところね。そう、ここのところから横のラインは無理なんですけど、ほら、ちょっとほら、ここまでセーフよ。だって。いやー、なんかちょっと闇を見たな、俺は。なんかカウボーイスキンがやっぱ気になるよな。この足、この股の判定見ていきましょうか。ちょっと待って。これ、ちょっと、ここの、そう、ラインが、まあ、大体あれなんですけど、行かずに、あれ、あー、でも、このスキンは、このカウボーイスキンは、紫のちょっと、かっちょいスキンは、ここアウトなんか。で、この帽子のところの範囲が、あー、いやー、ちょっと闇を見たら、リーパーお願いしてます、リーパー。で、このカウボーイスキンが、そうですね、足のところ、股のところが、あ?え?いや、このスキンは股が強い。このスキンは股が強いぞ。ほら、ここがアウトラインか。ここ。いやー、でもね、なんかその、やっぱスキンにやっぱ差ありますね、やっぱ。ここ。あー、ほら。いやー、マジか。ちょっとリーパー見ていきましょうか、リーパー。で、このリーパーね、その腰の範囲が、ちょっと狭い気がするんですよね、やっぱり。あー、でもこれ。あ、え?ちょっとなんかおかしくね、なんか。こっちは、多分ね、こっち打ったらね、そう、腕のところに当たっちゃうんですよね、これ。ほら。いやー、これ判定ちょっと頭行きましょうか、頭。ヘッドショット。ほら、こういう感じでね。で、アーバンは、この腰のところは、いや、ちょっとアーバンこれマジで範囲狭いぞ。アーバン。で、これリーパーの股が、そう。もう、ここ行ったらアウトなんですよね。このライン行ったらアウトなんですけど、このアーバンの、ここのラインは、セーフなんですよ。ほら。これ、股が軽いぞ、これ。股がガバガバ。腕のところもさ、こんなところまで行けるんですよね。こんなところ。いや、ちょっとね、そう。これ、やってますね、ちょっとこれ。ほら。まあ、頭もこんな感じで、リーパーも、あ、でもリーパーまあ、一緒ぐらいか、そう、帽子使ってる、ちょっとそう、カウボーイが、ほら、ここの、その、そう、ツバのところに判定があるんですよね。そう、で、こ、
腰は。いやー、ちょっと、この範囲、このスキンさ、絶対弱いと思う、これ、判定が。うん。この判定多分ね、広いような気がします。ここの、腰のところ明らかに通らないんで、これ。そうよね。そうよね。続いて、スケルトン。ヨダさん、スケルトンでお願いします。ちょっと。はい。で、スケルトンなんですけども、結構ね、判定が強いみたいです。で、ちょっとファントムをちょっと横に立ってもらって。で、このね、そう、ゴリゴリマッチョとガリガリなんですけど、これ足ちょっと検証していきましょうか。え？え？え？あ、あ、これスケルトンあかんわ、これ。え、R1 以上じゃない？これスケルトン。ほら。え？あ、まあ、さすがにここあるよね。このチンコのところまで行っちゃうとダメなんですけど、ほら、これ、え、これ、スケルトンやばくね？これ。で、これ、その頭の判定はそんななんか。いや、これどういうことなん？これマジで。え、でも腰のところはさ、この白いバックの判定あるんかな？は？あー、白いバックの判定あるけど、めちゃめちゃ強いな、このスキンはかなり。この股のスキンがめっちゃ、股の判定がめっちゃ強いですよね、スケルトン。これで通らないのはやばすぎる。で、問題のスケルトン、ファントムですね、ファントム。ファントムなんですけども、これね、めっちゃ弱いって聞いてる判定。は？いや、でもこれ足の大きさが違うんで、もう明らかに。そう、足の大きさが、まあ明らかに違うんで、こんな感じですね。まあ太もものところとかは、あと、そう、太もものところとかは、まあ結構、そう、太ももが太いんでね。あー、でも、この肩とか頭の判定が弱い気がするな、俺は。うん、頭ちょっとでかいんで、ファントムさん。うん、ということでね、まあちょっとね、多分全体的に、まあ面積っていうか、そう、ファントムでかいと思うんで、そう、あ、でも意外にないんか。このモサモサ、肩のモサモサみたいなとこはないんでね。そう、まあ、という感じで、まあ、頭はこんな感じ。という感じですね。この、とりあえずなんかヒラヒラみたいなとこはないんで、判定が。そう。まあ、そうっすね。意外とファントムちょっとちっちゃい説ありますね。ファントム判定は。で、これっすね、問題は。うん、これなんですけど、まあ、でもこれは結構、あれこれ異次元空間みたいなさ、異次元空間みたいなところあるんですけど、異次元空間があるんですけど、まあでも基本また割れかな。うん。また割れで。でもさっきさ、これまたアウトなやつおったよね。そう、ここのね。そう、ここのやつより、ここの判定は無理っていうスキンとかあったんで、まあそれは弱いっていう感じかな。で、まあ腰は感じですね。腰は強い、このキャラクター。うん。そうですね。こんな感じですね。で、続いてこのスキンですね。この青いスキンなんですけど、ちょっと名前忘れちゃったね。これでもさ、またのところどうなんかな。あー、でもスケルトンなんかそんな、なんかな、スケルトン。じゃあ、いやー、でもこのスキンは微妙。この青いスキンはなんかすんげー顔してるスキンは微妙かな、という感じでね。うん、いやー、ちょっとこれは、これ俺一番強いのはスケルトン。なんか結構R1 トラッカーとかあったんですけど、1位がスケルトンで2位がR1トラッカーっていう感じですね。はい、ということでね、まあ、ちょっと今回検証していったんですけども、皆さんどうでしょうか？まあ、結構ね、個人的にはね、アーバントラッカーですね。そう、アーバントラッカーと、あとこのスケルトン君はかなり判定強い。うん、判定強いっていうか、なんかこの、股のところがめちゃめちゃ強いかどうかで変わってくると思うんですよね。そう、あと、頭の小ささですね。そう、ファントムとか、あとそういうスキンは、そう、あとこのカウボーイか。カウボーイはね、結構判定、この頭の判定弱いと思いますんで、そう。あと、このね、マントのところにも判定があったんで、ちょっとこれはね、うん。ちょっと、弱いスキンとか、ちょっと判定でかいなっていうスキンがあるんでね。ちょっとこれは皆さん、ぜひぜひ参考にしてみてください。それではね、今回これで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは。